だっていうのが、うん、高いチームっていうのが言ってるんですよ。そこでうまく活用してみたい。こういう人も育てていきたいし、北海道和種という日本在来馬の一種ですけども、この馬も年々減少してます。こういうのような昔ながらまた見直される方法として、馬をたくさんいろいろな活用方法として利用できるという点で大きな意義があるんではないかと思います。